RG-31 は南アフリカ共和国で開発され、アメリカ軍などで広く運用されている総輪装甲車の一種である。アメリカ海兵隊の円ラップカテゴリー I の車両として採用されている。RG-31 には南アフリカ周辺に生息する牛科の動物の名であるニアラというニックネームが付けられているほか、アメリカ軍ではチャージャーのニックネームも使用されている。 RG-31 は、ベイシステムズのグループ会社である、南アフリカ共和国のランドシステムズ OMC によって、同社製のマンバー走行兵員輸送車をベースに、開発された4四輪駆動の送輪走行車である。V 字型車体を持ち、地雷やアイドに対する防御力が高く、アメリカ海兵隊による、エンラップ計画のカテゴリー愛 i 車種の一つとして、採用されたほか、 イラク戦争やアフガニスタン紛争等の危険地域に部隊を派遣したスペイン軍やカナダ軍でも採用されている。また国連の平和維持活動部隊でも採用されており、UNIFIL の任務にも派遣されている。RG-31 にはドライバーを含めて8名、内視10名の兵士が乗車可能で大型の後部ドアから乗降可能である。車体上には 戦回式の重刀もしくは RWS を搭載可能である。ベイシステムズでは RG-31 を発展させた、より大型の RG-33 の開発、製造も行っており、こちらもアメリカ陸軍や海兵隊で運用されている。カナダコロンビアスペインマディナイジェリアインドネシアイラク、南アフリカ共和国ルワンダエスワティニアラブ。 主張国連邦国際連合アメリカ合衆国ウィキメディアコモンズには RG-31 に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。